ははい皆さんこんこにちはシューチャンネルのシューです今日はですねブラジルのお線香の話をしようかなと思いまして、えー、昨日ちょうどブログであのアップしましたけれども太田光上田の面白い番組が YouTube であるんですよオフィシャルなんですけどねそれで太田光がお線香を毎日お仏壇にあげてるってですね水替えてお線香あげてチーンとやってその後次の行動をするんやっていう話でその お線香が5万円のお線香を買ったとなんと10万円の線香を買ったあ100万円だ、100万円の線香を買ったらすごいいい匂いしたけど、まあ、奥さんにむちゃくちゃ怒られましたというような話を面白おかしくあのされてるんですけれども、まあ、何より驚いたのがあ、毎朝お参りしてるんだということですね。えー でまあ、次に驚いたのが、まあ、5万円のお線香ってあったっけって。いや、あるかもしれん。しかし、100万円はないだろうと思って、僕、ネット検索したら、5万円のありました。ただし、箱がね、すごい、えー、塗り、えー、塗り箱、輪島塗りか何か知りませんけども、それが高そうでしたね。半分ぐらいはその値段じゃないですか。まあ、半分がその値段でも高いお線香ですけどね。でも 私もこういう職業をしてますんであのお香が高いお香があるっていうのは知ってましたででも100万円はさすがにないだろうと思って検索したらお線香はないけれども香木っていうね木がそのままこうあるんですね売られてるんですそれを削ってまあ,あの燃やしてたしなむという世界があるんですけれどもその香木は高いのは 確かに100万のもあるかもねって検索したら、なんと7000万円のありまして、びっくりしました。それちょっと怪しいんじゃないかなと思ったけど、まあ、売ってました、えー。でもね、何万円、何十万円というのは、ザラにあるみたいですよ。でも、私も、えー、もらえもんですけれども、何千円、万円まではもらったことがあります。まあ、そういうことも含めて、ちょっと紹介したいと思います。 はい、ということで、これがブラジルのお香です。お線香ですね。まあ、こういう、日本にもよくあるような感じでしょ。ええ、これは結構、まあ、日系関係のスーパーとかには売ってますね。ええ、あ、これ、あ、あずるあ、開いた開いた、ね。こういう感じで。僕、これ好きなのよ。これ巻いてないから。<laughs> あと、あんまり匂いもきつくないですね。 まあ他のもそんなきつくないですけどね、えー。でね、ブラジルはこういうのを使います。そして、えーまあ、立てる、まあ。うちらの宗派は立てないんです。寝かせるんですけれども、こうやってね、ちょっとこれ燃えてないですが、こうやって寝かせるんです。もしくは、私がよく見たのはですね、これを砕いて、あのコーヒーミルみたいなんで砕くんですね、バラバラにして、そして、 まあ、いわゆるこういう、真っ向じゃないですけど、こう,こうやって、あのお焼香をするという方式をよく見かけました。いや、今でもやっています。えー、でも今、今、えー、別院ですね、サンパーロ別院とか、私もそうですけど、これ、こういうお香を使っています。これ、お焼香って言うんですね、これは有名な京,あの京都の小堀り。 で買ってまかんぎコーデ、喜びですね、かん予約かんのかんあですね、あのー、これがね、2500円ぐらいなんですよ、500グラムですね、だから、まあそんなむちゃくちゃ高くない、ブラジルでも500、えー、2500円たら100レアル、150レアルぐらいでしょうか、ガソリン1回入れたらそんぐらい、もっとかかりますから、最近は。1レアル 6レアルグラスから、120円ですわ、うわ、むちゃくちゃ高いな、ブラジル、ガソリン、産油国なのに。えー、まあまあ、話ずれましたけども、まあ、2500円ぐらいで日本から買ってきて、まあ、こんだけあれば、例えばこの地方のお寺だったら、まあ1年持ちますね、えーまあ、サンパウロだったら2箱、3箱かな、あもっと使うかな、えー、ですね、そういう感じなんで、そんな経費かからないんですね。 ちなみにブラジルではこれが5レアルとか8レアルとかそういう感じで売ってます、一箱が、えー。だから安いって安いけれども、やっぱり日本のお焼香をするという風習を、ね、広める、これも仏像の一つですから、このお焼香、香りもいいんですよね、やっぱり。こういうお焼香になっています。わかりますかね、木の木片、いろんな種類のこうやって入れてるわけです。 はい、でちなみにこれが有名な鎮香ですね沈む香りっていうのこれがもらいもんですで次にこれがもらいもんなんですが鎮っという、まあ、水,に沈む水に沈むお香ですね木片それをあの削ったものですね非常に、まあ、高価なものと言われていますけどこれでも何千円だと思いますすいませんちょっと 私、値段知らないも。もらえもんだからね。えー、でも、まあ、ネットで検索したら大体、えい、ー、わかりますよ。えー、この、ンコ沈む虎、と書いてあります。えーとですね。そして、この、ここにね、書いてあるから読みましょうか。賃、人虎、賃虎じゃなくて人工でした。すみません。清く上品な香り。ベトナム、インドネシア、ラオス、カンボジア。 東南アジア一ダ白あとで紹介します、ね。キャラ、まあ、そうやって種類があります。でちなみにこれが、えー、またもらいもんですけど、ほら、値段書いてある。1万800円って書いてある。えー、これが、タニシス。こうっていうね、グラムで1万円ですね。むちゃくちゃ高いでしょ。タニ、 谷人口。これは4800円、50グラム。えー、まあ、だから、まあ、高いっちゃ高いですね。これが一番高いんじゃないでしょうか。これが人口ですね。これも50グラム。値段は書いてないです。あ、これが谷人口だこれが、なんだったろう。タニシスって書いてあるんだけど、よくわかんないですね。シャムって書いてある。シャム。 よくわかりませんね、これ。はい。でもこれ1万800円って書いてあるから、さっき久しぶりに使ってみたんですよ。まあ、いい匂いします。まあ、こういう何千円のお香はもうみんないい匂いします。この2500グラム2500円もいい匂いします。まあ、やっぱり高いほど清々しくて、 こうなんて言いますかねああ戦国臭いあの太田光も言ってましたけどあ戦国臭いなーっていうそういう香りじゃなくてもう周りの空気が変わるんですねですがすがしいし本当にあの実際漢方薬としても使われていたことがあるぐらいだそうですものによってははいでこれが白丹ですね2 0 0ムすいません値段わかりませんがあの まあ、いいお香で私は普段使いはこの日本から私が買える値段のンギコを使ってモントさんにも使ってもらっていますこの高いやつはせっかくなんでこの阿弥陀さんの前のところだけで使っていますそうすればまあそんなあ,の、ね、あと家でたまに気分を転換したい時に使っております そういうことなので、皆さんも普段は線香、そして特別なちょっと時には、こういうちょっと高いお香、つうてもガソ,ガソリン、ブラジルで言うたら、ガソリン、日本だったら今は6000円ぐらいするんじゃない、そのぐらい出せば1か月分ぐらいのお香が <laughs> 使えますので、えー、本当のなんて言いますか、天然自然の素晴らしい香りを体験してみてはいかがでしょうか。 ということで、ブラジルのお香は、これが現地で生産されています。そして、これは日本から買ってきます。これはまあプレゼントですね。大事に使っております。そして、お香の使い方、最後に、こういうね、あのー、炭が売ってます。その炭を燃やして、ここに置いて、なるべくちょっとね、こういう、あのこの、 何、えっと、ていうんですか、専門用語わかりますが、ね、この土をです、ね、かぶせて、あの直接燃やしすぎると、ばーっと燃えきってしまってよくないんだそうです。じわじわと燃やす方がいい香りが長持ちして、えー、立つ、香りも立つということですね。はい、ちなみに、これ、ブラジルのキリスト教会で使われているお香です。これはは値段は レアル、100グラム55レアルからこ,こ1100円、安くないでしょ。えー、これ、本物の、えー、とお香です。木の樹木、樹液から取れる、えー、ものですあの。いい香りしますよ。あのなんちかんき、ね、つ系の匂いがします、ぶわっと。キリスト教の教会なんかで、この金の香炉がぶおーん、ぶおーんと動いている芯が、ね、煙出しながら。 そういういのに使われるそそうですそれも炭のもっと大きいやつを置いてそこにバッと置いてバッと煙が出てこれもすごいいい香りが立って場内が柑橘系の系の素晴らしい香りに包まれます。はい、ということで今日はブラジルのお香を紹介させていただきました。はいということでいかがでしたでしょうか。あのブラジルの 並びにあのお証拠キリスト教のそして日本のちょっといいお証拠を紹介させていただきましたそれではチャンネル登録よかったらよろしくお願いしますいいねもよろしくお願いしますちょちょ